さんこんにちは、毛利と申します。それでは今週もパキポディウムの未消の状況をお伝えしていきます。まずは先週の状況のおさらいからです。種まきから9週が経過した時点でした。天気の悪い日が続いた1週間でしたね。置き場所をですね、若干変えて直射日光が当たる時間が1時間半程度というふうな場所をですねに移したんですけども、それでも天気が悪かったとしても葉焼けが少し進行してしまいました。で、今まで育ててきた中でですね、こう直射日光に強い順でいきますとエブレネムが一番強くて、カクチペスが一番弱いんじゃないかなというふうな予想が立てられました。で、グラキリスの一つにですね、急激にちょっと変色が進んでしまって黒ずんでしまった芽がありました。おそらくちょっともう復活は難しいんじゃないかなというふうなところで、それが今週どうなっていくかというふうなのをお伝えできればと思います。またですね、種まきから2ヶ月という時をですね経てですね、笹の雪が2つ、発芽しました。置き場所は引き続き1時間半程度直射日光が、午前中ですね当たる場所で、今週この1週間もですね、継続しています。水やりの、方法としては、半腰水といった状況ですね。水やりをしたら、タッパーを受け皿にしてるんですけど、そこにちょっと水が溜まってそれをそのままにしておくというふうな状況ですね。それでは今週の状況です。未消65日目ですね。この日の天気は雨のち晴れでした。先ほど申し上げたこのグラキリスの調子が悪いと言ってた芽が、この右から2番目の葉っぱが黒くなってしまっているやつですね。数日間でいきなり調子を崩してしまったという状況だったので、ちょっと原因はわからないんですが、急に調子を崩し出した時はもう大体このまま枯れていってしまうことの方が多いような気が今までの経験上していますね。はい。こちらエブレネウムですね。エブレネウムは一番直射日光に強いかなという気がしています。この6種類の中では葉焼けが全然起こらないというので元気に育ってくれてますね。こちらカクチペスですね。葉焼けを起こしてしまって葉が枯れ込んでもう落葉してしまったりというところですね。こちら笹の雪とドラセのドラコです。はい、次7月19日の様子です。この日の天気は雨時々曇りでした。引き続きあまりよろしくない天気が続いていました。グラキリスもちょっと向こう側の方で葉焼けを起こしてしまっているのか、葉っぱの先端が変色してしまっていますね。そしてこちらが調子の悪い芽なんですが、やはりどんどん枯れていってしまっていますね。こちらサキレンタムです。サキレンタムも比較的直射日光には強いっていうか強かったんですけれども、少しやっぱ葉っぱの色が変わってきてしまってますね。葉焼けですね。こちらロスラーツムとホロンベンセ、この2つも葉焼けが少し見られますね。そしてこれがカクチペス。カクチペスが一番直射日光に弱いのかなという気がしていますね。これが開根部分がちょっと一部めくれてますね。表皮と言いますか。はい。じゃあエブレネームですね。一つだけエブレネームじゃないんじゃないかなというシリネが混じっているんですが、順調にどれも育ってくれています。はい、次7月20日未消67日目です。この日の天気は曇り時々晴れでした。少し晴れ間が覗いてたんですが、それのせいなのかちょっとわからないですが、若干葉が黄色くなっていたり、葉焼けが少し進行しているのかなという目が見られますね。
こちらのサキュレンタムとかも葉っぱの先端が焼けてしまっているような感じになってますね。こちらロスラーツムです。そして上がホロンベンセですね。日が強かった日ですね。天気が良くて直射日光がパーッと当たったり温度が暑かったりという風な日はですね、夜水やりをするときにこう、歯水みたいなものをして、この目の温度っていうんですかね、をなるべく早く下げてあげられないかなというふうなことを考えて歯水をしていたりします。はい、次7月21日、未消68日目です。この日の天気は晴れ時々曇りでした。午前中が晴れだったので、ちょうど置き場的に直射日光が当たる時間に晴れ間が出ていました。天気が悪かった日がずっと続いていたんですが、この週は晴れ間が結構覗くような日がありました。こちらロスラーズですね。この日も半水をしているので、この葉っぱに水滴がたくさんついてますね。この葉水の効果が、あるのかどうかちょっとわからないんですけど、やっぱりこう温度っていうのも葉焼けに関係してくるんじゃないかなと思っているので、なるべくこの目の温度をですね、夜の間に冷ましてあげたいというふうな狙いですね。昼の暑い間にやってしまうと、日光が当たってしまうとレンズ効果で葉焼けをしてしまったり、そういったことをちょっと心配して、あとはかかってみてお湯化してしまうんじゃないかというふうなところもちょっと心配してやってはいないので、だいたい夕方から夜ぐらいやるようにしていますね。こちらサキュレンタムはこう葉焼けで葉っぱをこう枯らしてしまったり落としてしまったりというふうな芽が出てきてて、特にこの右から2つ目の芽は今本葉も1枚しかないような感じになっちゃってますね。ちょっとこれからの成長に不安なんですが、なんとか葉っぱをまた出してきてほしいですね。こちらがウスラーツムですね。ウスラーツムはこの右手前の子が一番葉焼けがひどくて、今までもずっとこう葉っぱが枯れ込んできちゃったりという風なのが続いていたんですが、なんとかまだ頑張ってくれてますね。こちらホロンベンセですね。ホロンベンセもちょっと葉焼けで葉っぱの変色が目立つ根が多くなってしまいましたね。やっぱ今まで先週からずっと天気が悪かった日光が当たらなかったのが続いていたんですけれども、この週になって晴れ間が何日か覗くようになったりということがあって、日光に慣れてなかったのにこう急に強い光を浴びてしまったという風なので、たとえ短時間の直射日光だったとしても、それでも葉焼けをしてしまったのかなという風な気がしています。はい、次7月23日、未消化ちょうど70日目の日ですね。こちらグラキリスですね。もう調子が悪かったといった、ちょっと葉っぱが黒ずんでしまった芽はもう完全になくなってしまったというか、もうどんどんしおれていってしまう一方ですね。こちらサキュレンタム、隣がロスラーズムです。ロスラーズムもこう葉っぱが黄色くなってしまっていたりしますね。これも葉焼けでしょうね。何日かしたらあの葉っぱも枯れ込んで落葉してしまうのかなという気がします。このホロンベンセも同じような状況ですね。こちらはカクチペスです。この真ん中の芽が一
番葉焼けで落葉してしまったりなんですが、まあ、なんとか小さい葉っぱをいくつか出してきてくれてますね。こちらエブレネウムです。一番日光に強かったエブレネウムも葉っぱを黄色く、まあ、葉焼けだと思うんですけどしてしまっている芽が発生してきましたね、この週は。はい、こちらドラセナドラゴとササの雪ですね。サの雪は先週になって発芽してきた芽が2つありましたが、順調に育ってくれています。そして7月24日日照から71日目の様子です。この日の天気は1日晴れでした。グラキリスもこう中央部とかいくつか葉っぱがやっぱ黄色く生えしてしまってますね。こちらサキュレンこちらロスラーズムですね。やっぱ葉焼けがやや進行しているかなという状況ですね。こちらホロンベンセも同様ですね。少し葉焼けが進行してしまったかなとどこです。こちらカクチペス、そしてエブレネウムですね。ドラゴとそして笹の雪でちょっと見にくいですね。こちらが笹の雪ですね。はい、ということで今週のまとめです。はい、今週はですね、たまに晴れ間が、覗いた日が何日かあったというふうなことで、先週から打って変わってですね、ちょっと太陽の光が差し込んできた日が、いくつかありました。まあ、そのせいかなと思うんですけれども、葉焼けが少し進行してしまいましたね。まあ、先週から続いてきた悪天候で日の光をあまり浴びてないというふうな状況に慣れてしまったところに、まあ、短時間とはいえ日の光が、バッと当たったことで、慣れてない状況からいきなり日の光というふうなのを浴びてしまったので葉焼けを起こしてしまって、それがちょっと進行したのかなというような気がしています。はい、来週からの管理方法としては、また引き続きですね、同じ場所で、直射が朝の時間に1時間半程度当たるようなところに置いておこうかなと思います。今週葉焼けを少し起こしてしまったんですが、日の光を、浴びつつあるというふうなことなので、その状況にどんどん慣らしていこうかなというふうに思っています。葉焼けを起こしてない芽もあるので、元気な芽はやっぱりこう太陽の光っていうのが必要かなと思いますので、はい、ちょっと厳しめに育てていこうと思います。水やりの、方法としましては、こちらも継続して半腰水の状況ですね、水やりをして鉢底から、垂れてきた水っていうのをタッパーで受け止めて、それをそのままにしておくというふうな状況ですね。非常に土の乾きっていうんですかね、こう水の吸収が早いので毎日水やりは行っているという風な状況ですね。はい、今週の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメント等いただけますと幸いです。概要欄に Twitter や Instagram のアカウントも書いてありますので、よろしければフォローお願いいたします。それでは失礼いたします。